現在状況が悪化しており、このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。ボートたちが街中を歩き回り放火して、当局は今夜再び暴動の対策を、人々は暴徒たちに犠牲を、都市全体に緊急事態が宣言。CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。毎晩ひどくなってる。あと3日でこの町ともさよならできる。はい、チュウ、大丈夫か？ブラッド、どうしたの？今すぐそこから逃げろ。何があったの？説明してる暇はない。そこから逃げろ、今すぐ。分かった、荷物を。
何なの、あいつ。スターズの生き残り2人を消しにかかってるのは確かだ。君と俺をな。ここから逃げないと。街を見てみろ。ここにいたらもっとヤバい目に遭うぞ。いつの間にこんな状況に。それもわからん。だが悪いことっていうのは重なるもんだからな。結局アークレーと同じありさまだ。来るな、近づくんじゃない。大丈夫、聞いたでしょ。
ヘリが救助に来てるの。救助だと？俺はここから出ないぞ。駐車場は近いわ。私が案内。この中がどこよりも安全だ。ねえ、あなた名前は？ここにいたら取り残されるわ。私はダリオ・ロッソだ。助けるふりして俺からこの場所を奪うつもりなんだろ。他は当たれ、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、もう大丈夫だ。あなた誰？ここで何を？俺はカルロスだ。助けに来た。さて、まずは安全な場所へ。よし、もう大丈夫だ。だといいけど。この先に生存者を集めてる。この先って？地下鉄の車両をシェルター代わりにしてるんだ。安全だ。大丈夫。過保護すぎか。そうか、分かったよ。よし、行こう。おい、マジかよ。どこのバカが閉めたんだ。悪いが別ルートで行く。あなた、あの怪物を知ってるの？いや、あんなやつ初めて見た。でもゾンビとは違う。明確な意思を持って行動してる。コナミじゃないか？お断りよ。あなたに譲る。ここまで来たら安心だ。俺らはアンブレラのバイオハザード対策部隊、通称 UBCS。 アンブレラ？
ちょっと冗談でしょ。あなたたちがこの全てを引き起こした。落ち着けよ。何のことだ。俺らはみんなを助けに来た。アンブレラの何がまずい。アンブレラの何がまずい。信じられない。あなたたちのせいで感染者が次々に出てるのよ。そうか、それは初耳だな。別に信じなくてもいい。だがまずはシェルターに行こう。な、行こう。ここだ。隊長、このレディーが助けがいるそうだ。このレディー、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラクーン市警の特殊救助部隊に所属するエリート隊員なんだ。確か名前はなんとかバレンタインだったよな。ジルよ。ああ、よろしく、ジル。UBCS 小隊長のミハイル・ビクトールだ。我が隊は市民救助のために派遣されている。そう、それで状況は。この町は完全に分断され孤立している。10万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう。いや、死ぬんじゃなくゾンビになる。我が隊にも甚大な被害が出ている。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、我々としてもあらゆる手を尽くしている。この地下鉄を動かすことができれば生存者たちを避難させられるんだが、助けがいる。我々だけでは手が足りない。分かった。力になる。市民のためにあなたたちじゃない。それでいい。大事なのは市民だ。ありがとう、ジル。じゃあスーパーコップさん、持っていきな。これで連絡が取れる。無線ぐらい知ってる。まず大事なことからだ。まず物資を補給しろ。地上階に上がれ。そこにある。分かった。おい隊長、こりゃまたひどい傷だな。かすり傷だ。どうってことない。俺は線路の瓦礫を撤去する。君は地下鉄の運行システムの復旧を。どうすればいい。まず電力を確保してくれ。大通りまで出たら俺が変電所までナビゲートする。了解、急ぎましょう。生存者がまだいる。早く地下鉄を動かさなきゃ。カルロス、大通りに出た。変電所はどっち。鉄塔が見えるだろう。その辺りが変電所だ。右手の路地から迂回すればいける。路地？すごく燃えてるけど。そりゃまずいな。でも君ならそのクールさで火の一つや二つ消せる。何よ。
火を消さなきゃ。よし。あなた UBCS？ ああ、ゆっくり。そんな顔で見るな、完成していない。分かった、手当て。おい、やめろ、待って。なんてことするの？感染してた。してなかったかもしれないでしょ。スターズのやつは甘すぎる。壊滅寸前になるわけだ。あなたたち UBCS は仲間を平気で殺すの？生かしてもゾンビになってた。お前は生き残る気がないのか。駅に戻っておとなしくしてろ。弱いやつはいらない。邪魔になるだけだ。ひどい匂い。これって考えたくもない。なんてこと。さあやるわよ。あとは主電源を入れるだけ。これでくたばって。カルロス、ジルよ。電源を復旧させた。よし、いいぞ。次は運行システムの起動だ。鉄道会社の指令室に向かってくれ。ビルの場所は分かると思う。本当か？やるね、相棒。さすがだな。誰が相棒よ。
なんだって、逃げろ、駅に戻ってこい。運行システムを起動してから行く。今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか。私はスーパーコップ。朝飯前よ。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ。運行ルートを設定した。いいぞジル、素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。上出来だスーパーコップ。恐れ、もう列車は動く。ああ、あと一歩だ。整備に 3,40 分かかるが。ニコライ、状況は？町は化け物で溢れてる。地上を突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。悪いな、みんな気が立ってるんだ。おい、マジかよ、またやつか。目当ては私よ。おい、私が引きつける。おい待て、ナジル、やろう。さあ来なさい、ストーカー野郎。スターズはここよ、かかってきなさい。この出口を探さないと。今の鳴き声は？もう最悪。
物に弱いみたいね。カルロス、聞こえる？ジル、やっとつらかった。大丈夫か？なんとか生きてる。奴は巻いた。よし、地下鉄は準備 OK。君が戻り次第出発だ。カルロス、こちらジル、聞こえる？はっきり聞こえる。そっちは無事か？ええ、奴を倒した。よし、よくやった。でも無茶しすぎだ。おとりになるなんて、自殺行為だ。説教はやめて。ああするしかなかったの。そうだな。それと、ありがとう。もう地下鉄が出る。急いで戻れ。動くな！おっと、ジルか。ケンド、無事でよかった。無事ってわけでもないが、脅かしてすまなかった。
何が来るか分からなくて。無理もない。それより地下鉄で脱出しようとしてるの。来る？地下鉄？そうか、明暗だな。これからすべきことが山ほどある。あなたのスキルが役に立つ。どうしたの？何でもない。ただタイミングが悪くて。ああ、いや、俺は大丈夫だ。他の手を打つから。平気よね。最高のガンスミスだもん。いや、でも無茶しないで。無茶をするのは君の仕事だ。気をつけてな。おい、もし駅に行くんだったら店のすぐ外の通用路を通って行け。いいな。鍵は壁にかけてある。だけど奴もついてくる。大丈夫だ、俺を信じろ。逃げるぞ。カルロス、最初はひどいことも言ったけど、助けてくれてありがとう。いや、借りを返しただけだ。君は俺より勇敢だ。とにかくこれでみんな町から脱出できるのね。ああ、君はもう大丈夫だ。あなたは？
一緒には行けない。地下鉄には乗らないんだ。どうして？新たな任務だな。町を救うためなら何だってやるさ。お手柄だな。噂通りだ。よくやってくれた。中へ入れ。すぐに出発するぞ。カルロス・タイレル、お前たちの次の任務は外に戻ってナサニエル・バードを探すことだ。これが最終列車じゃないわよね。心配するな。市民の無事が確認できたら列車を戻す。先に行っててくれ。俺は死なない。俺のいない世界なんて寂しすぎるだろ。はいはい。バードは重要な研究者だ。彼のワクチンが街を救う鍵になる。分かるようになったじゃないか。大事なのは自分の命だけだ。頼んだぞ。よし、行こう。バードみたいな研究バカがまだ生きてると思ってるわけじゃない。情報が正しければ生きている。どうした？チームメイトのことが心配か？もっと気になることでも？思考能力のないゾンビが舞台に奇襲をかけるとは実に奇妙だ。ゲートに鍵がかかっていたのもな。違うか？今の何？ちょっと、なんでこいつまだ生きてるの？いや、よせ、もう助からん。来い、こっちだ。ニコライ、何のつもり？奴の狙いは俺じゃない。ニコライ！今頃地下鉄は町から遠く離れているはずだ。あのセクシーな連れも？彼女はそういうんじゃない。素晴らしい警官だ。よし、しっかり集中してくれよ。もう警察署だ。ここが？どう見ても墓場だけどな。ブラッド、やめろ。タイレル、マジかよ。ブラッド、お前まで。許してくれ。許してくれ。鍵をかけやがった。なんとかして開けろ。こいつは俺が勝たせる。おい、やる気か？開いたぞ。あの警官はどこだ？さあな、それより任務が先だ。情報が確かならバード博士はスターズオフィスにいる。ひっ捕まえてさっさと戻ろう。ひっ捕まえる？救助するんじゃないのか？カルロス、これ見てみろ。オフィスの場所が分かった。ここだ。
いいか、バードはアンブレラ社の機密を握ってる。本人もただじゃ済まないと分かってるはずだ。なるほどな。だから救助じゃなくて捕まえるのか。嫌な任務だな。シャッターを開ける。そこから行け。お前は警察署の現状を調べてくれ。ああ、何か分かったら呼ぶ。おい、気をつけろよ。ああ、お前もな。未知の何かがいる。強敵かもしれん。未知の何か。わかった、カメラで捜索してみる。気をつけろよ。警官を撃つなんてヤバいよな。カルロス、スターズオフィスはその先だ。了解。バード博士。やっとつながった。私が何か呼び出したか分かってるのか。もう心配ない、助けてやる。今どこだ。病院から出られないでいる。辺りは化け物ばかりで身動きができない。スターズをよこせ。出ないとどうにもならん。いや、警察は今それどころじゃない。なら何か策を考えろ。アンブレラが研究者を次々殺しているんだ。ゾンビ化を治療するワクチンの作り方を知っているのは私しかいない。選択肢は2つだ。そこで一人遊びするか、できるやつを送り込んでさっさと私をここから出せ。面白いやつだ。お前にはな。それよりバードだが、引き渡した後に消されるんじゃ。俺らはミッションで来てる。従うしかない。俺は PC でバードの居場所を調べてみる。ああ、どうした。脱線した。怪我人は。ジルか。おい、マジか。なんだって。ジル、ジル、何があった。ジル、答えろ。悪い、行かなきゃ。わかった、バードは任せろ。私だけ。
ルロス、聞こえる？カルロス？最悪、通じない。やつはまだくたばってない。ここから逃げなきゃ。カルロス、応答して。ああ、どうした？ダメだった。列車が脱線した。脱線した？怪我人は？みんな死んでしまった。ミハイルも全員よ。おい、マジか。ニコライに見殺しにされたのよ。なんだって？ちょっと嘘でしょ。引っかいた。ジル、何が？ジル、答えろ。実にいい仕事をしてくれるね、ミス・バレンタイン。ジル！おい、しっかりしろ。なんてこった。タイル、聞こえるか？どうした？ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあそこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。すぐに良くなる。必ず。
タイル、バードはどこだ？奥の研究室だろう。無茶するなよ、俺も向かう。了解、先に行ってるぞ。オフィスに軍事関係の書類があったのか知りたいだけです。私は誰だと？生命科学の権威ナサニエル・バードだぞ。私は君のように患者の下の世話だけしていればいいか。バード博士、タイレル、バードは死んだ。撃たれてる。マジかよ。ワクチンは？今探してる。PC があるはずだ。それで調べてみろ。ワクチン開発主任、ナサニエル・バードだ。9月29日、午後11時。私には時間がない。そう痛感している。これから私が話すことによって全てが白日のもとにさらされ、私の名誉が少しでも回復されることを願う。今この町を襲っている災害の原因は全て生物兵器である D ウイルスの漏洩にある。そのウイルスを作ったのは私の雇い主アンブレラ社だ。アンブレラは D ウイルスのワクチン開発を私に依頼した。この私のオフィスにサンプルが保管され、地下施設にも備蓄されている。だが上層部の連中は保身のため処分しようとしている。世間に知られたらまずいからだ。さらにウイルスの存在を示す証拠を全て消そうとしている。だ、私はバカではない。私にも身の危険が。ジルは最初から分かってた。なのに俺を信じてくれた。くそ！ワクチンを見つけた。よし、今そっちに向かってる。気をつけろ。気をつけろ。町の惨状を見てないのか。無事にたどり着けたら奇跡だ。なんだ、タイレル、
一体どうした？ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。武器を調達しないと。外は敵がうじゃうじゃいる。奴らの侵入経路を断つ。窓のシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。ジム、よかった、無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。どこ？何が起きてるの？市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物、病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日避難してください。これは嘘でしょ。そんなに経ってる。目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない。カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ？地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろう。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。やつに任せろ。彼はプロなんだ。私もよ。やれやれ、何を言っても聞きそうにないな。アンブレラの地下施設はこの病院の地下にある。カルロスからも連絡が途絶えた。用心するんだぞ。
地下屋の入り口ね。ここまで食らいついてきたことには敬意を要する。だが残念ながらゲームはもう終わりだ。終わらせないわよ。一足遅かった。一体ここで何してたの？ジル！タイレル！やったぞ、交渉が済んだ。政府は爆破を中止する。条件は厳しいが、爆破までにワクチンを届けないといけない。残された時間は？あって数時間ってとこだ。ならグズグズしてる暇はない。こっちだ。この先にワクチンがあるはずだ。あなたは残ったら？休んでいられない。一緒に行くぞ。分かった。やり遂げましょう。抗原サンプル、ワクチンを作るのに必要ね。
嘘でしょ。あいつらここで生み出されてる。免疫システムを強化できる。一体何なの？やめて。町にはそのワクチンが必要なの。俺よりもか。この俺がせっかく知恵を授けてやったというのにまるで生かしてないと。お前にとって命とは値段がないものだろう。だが俺はその命で金を稼いで、そこで取引だ。お前は下でネメシスと戦い、俺はそれを記録し戦闘データとして売る。お前がいい賞を見せてくれたらワクチンで稼ぐ必要はなくなる。いいな、決まりだ。カルロス、無事でよかった。
サポートする。ええ、お願い。どこに行ったの？やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きでね。ということで取引は進行中としよう。さあ銃を捨てろ。素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に換えられん。健闘を祈る。ニコライ、ズル。ワクチン奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。時間がない。行って。ここは任せて。わかった。覚悟しなさい。今度こそ蹴りをつけてやるから。内装を展開します。いいもの見つけた。生成した。ニコラにワクチンを持って。
ていかれるわけにはいかない。カルロスが奴を止めてくれれば。まだ追いつける。奴を捕らえられる。何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かない。お別れだ、ミス・バレンダ。忠告を聞かないからこうなる。ゼレ、撃て、ゼレ。撃てない。あなたにも当たる。早く撃て。ためらうな。他に方法はない。カルロス、言ってろ。俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死んでるわけない。あいつどうする。なぜこんなことを。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる。教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を